高平です。また堺の駐車場にやってきたんですけども、センチュリー高尾ちゃんがおるかなと思ってたらおれへんのでね、で近所のとこを見たんですけども、沖縄市関係のところの駐車場にもいてません。風切り音で音が入りにくくてすみません。でここの堺市役所の有料の駐車場に止めてるのかなと思ったんですけど、それも止まってないという風な感じで、しかもその向こうに合同庁舎があって、そこの駐車場にも止まってないようなんです。それではここのガードマンの方がおられるんで、ちょっと聞いてみたいと思います。最近どうですか、センチュリー高尾ちゃんは。最近は来なくなりましたよ。最近は来なくなった、はい、ほんで、前もよく撮ってましたから、もう前も撮らなくなりました。前も全然撮らなくなった、はい、はい、で他にたまに来られたあれ、もう最近ほとんど見ないですね。ややこしい感じの人らももうけえへんようになったと、はい、よかった。ほなあの動画は効果があったということですね。あ、よかったです、はい、お役に立ちまして幸いです。ありがとうございました。失礼いたします。ということで、なんとかこの堺の市役所の平和はちょっとばかり守られたような感じになっております。一応今のところこれがとどめということで終わります。